マルチメディア局長の衆議院議員新藤義孝です。皆さんはこの自民党の携帯サイトで麻生総理の着ボイスが配信しているということをご存知でしょうか。非常にラブリーな麻生さんの声で着ボイスを配信しているわけです。時々更新しようと思っておりますが、外交に行ってまた国会の激務の中で声をかけることができずにおりました。今回は勇気を出してですね、またまたこの着ボイス、新しい麻生太郎バージョンを作りたいというふうに思っています。そこで、皆さんにですね、このどんなこの総理のコメントが欲しいか、その募集をしたいというふうに思っています。あなたの提案したこのコメントが麻生総理大臣の着ボイスになって実現するかもしれません。皆様方にふるってご応募いただきたいと、ご案内をしたいと思います。どうぞお待ちしておりますので、楽しいやつ、迫力あるやつ、何でも結構ですから、お寄せいただきたいと思います。よろしくお願いします。